あの、さくらをプレイしてるとボイスのないシーンってありますよね。字幕は出ているんだけども口をパクパクさせているだけっていうシーン、私はフルボイスの新さくら対戦を作りたいと思うので、ボイスのないシーンに声を当ててくれる人を募りたいと思います。その第一弾として神山とクラリスの次のシーン、すでに神山の声はジョジムさんに当ててもらいましたので、クラリスだけボイスがない状態です。ご覧ください。これで全部か。さて、つなぎ合わせてみると、の、読めるぞ。これはポエムか。I love you、 愛してる。 Hold me、 言葉だけじゃわからない、だから抱きしめて。本当にいいのかい。俺はもう止まらないぜ。止まらないで、どこまで一緒に、はあ、永遠の Forever。クラリス、いやあ、この辺りに落ちていたメモを集めたんだ。ポエムみたいなのが書いてあって、クラリス、どうかしたのかい。さっきから変だよ。おお、分かった。いや、別にメモを集めていたんじゃないんだ。四つ葉のクローバーを探していたんだけど。そうなのか。ありがとうクラリス。早速三笠記念公園に行ってみるよ。はい、このシーンのクラリスの声を当ててくれる人を募集します。興味のある人は概要欄をご覧ください。このシーン以外、クラリス以外ももちろん OK です。ぜひお声掛けください。